こんにちは、坂東です。今日はですね、中古のね、この3曲、これをですね、入手いたしましたので、これをね、紹介をさせていただきたいと思います。ベルボンの Z500 というね、大変古い機種で、ベルボンのメーカーサイトの、廃盤商品の中にもね、そのリストを探してみたんですけども、型番のね、ホームページがなかったんですね。だから相当古い商品だとは思うんですけれども、価格は税抜きで1800円だったかな。まあだから2000円程度の商品になるわけですけれども、かなりしっかりした商品で傷んでいるところもなくて、で僕の今使おうとしているニーズにぴったりのね、三脚だなと思ったんで購入いたしました。三脚はね、あともう 2,3 本持ってるんですけれども、このくらいね、ちょっとしっかりした三脚がね、やっぱり欲しかったんですね。で、特徴をね、ちょっとこれからね、お伝えします。まずですね、このベルボンのこの Z500、 まあ大変古い機種です。おそらく20年以上前の機種だと思うんですけれども、雲台、ここの部分ですね、これがビデオにもね、これ十分使えるんじゃないかなと思った、こうね、ぬめーっとしたね、そういうような感じのね、雲台だったんですね。でね、このパンティルトの、このね、操作を手持ちのね、カメラでやってみましたんで、ちょっとまずそれをね、ご覧ください。いかがでしたでしょうかね。ですね、実際にこうオペレートしてみてですね、ちょっと感じたのは、この三脚のこのパン棒ですね、これがやっぱりスチール用だと思いますんで、やっぱりもうちょっと長かったらね、よかったのかなというふうにもね、思ったんですけれども、まあ、十分ね、ビデオ雲台としてね、使えるなというふうに思ったんですね。でね、これね、ここが雲台だけ取り外しできるんですよ、これ。雲台の型番はちょっと別の型番のようですね、これね。雲台は、ここにもある通り PH150 というね、雲台のようですね。まあ、だからこうやってセパレートできるっていうのもね、こういいですよね。持ち運びするときに、少しでもね、容積が小さくなる。そしてこの雲台が非常にコンパクトなんですね。で、やっぱりビデオの雲台って相当大きいじゃないですか。ですけれども、まあ、これぐらいだったらね、十分持ち運びね、簡単にできるんじゃないかと思いました。あと、クイックシューはね、ついてないタイプなんですけれども、手持ちのね、クイックシューをつけたりとかしてね、使ってます。そしてね、クイックシュー取り付けるまでもないかなって思うようなね、そういう機構があったんですよ。ちょっと説明しますね。まあ、本当は、こういう商品ですね。一般的な。ところがですね、この後ろにある、この機構が結構秀逸で、こう、ある程度こうやって、こう、やって、あとはですね、ここのレバーでギュッとやったら、結構固定できるというね、最後のね、こう、回すときにグイグイやらなあかんね、あの辛さがないんですよ。まあ、だからこれね、結構いいなと思いましたね、こう、グイッとこのレバーで、しっかり固定できるこの機構、あんまり最近見ないですよね。あとはこの、ま、雲台のこのぬめっとした感じ、これね、現行機種の安物のビデオ雲台よりもね、はるかにいい感触です。これがね、やっぱりこの中古を選んだね、最大の理由でもあるわけですね。やっぱりビデオを撮る僕にとってみればですね、もう一個ね、こうビデオ三脚が欲しいなと思った。実際にはこれビデオ三脚じゃないんですよ、カメラ用の三脚なんですけれども、十分ねビデオ三脚としても使えるなというふうに思いましたね。結構ぬめっとしてるんですよ、これいいですね。あとそれから、エレベーションちょっとやってみますね。ここにストッパーがあるみたいですね。
これでがっちり止まります。で、この斜めの捨て、これがいいですよね。ビデオを撮るときに、こうね、ここの斜めの捨て、これね、重要だという部分ね、僕ね、いつも思うんですよ。これでがっちりね、ブレのないね、映像をね、撮れるんじゃないかと。これ、三脚のね、ここの足だけでね、やっぱり支えるのはね、結構ね、しっかりした三脚でもね、難しいんじゃないかなと思って、僕が三脚選ぶときは必ずね、この斜めの筋交い、これが入ってるね、機種をね、なるべく選ぶようにしてます。あと、このね、三脚の足が伸びる機構、これもね、僕好みなんですよ。この手のタイプ。この手のタイプですよ。この、ここがダイヤルになってないタイプ。この方が断然使いやすいですよ。僕的にはですね。ダイヤルの商品多いんですよ、ですけれどもね。このね、このパチッて止まる、この感触。この感触ですよ。この方が断然オペレートっていうか、この機動性が高いとね、僕は思いますね。で、全体的にどのくらいの高さになるかっていうのをちょっと今からやってみますんで、ちょっと組み立てますんで少々お待ちください。はい、どうもです。こんなね、感じになるんですね。いい感じだと思いませんか、これね。クイックシューもつけてカメラも載せてみますわ。こんな感じで操作できるという三脚です。あと、このもうちょっと上に上げたい場合、これどうするかですけども、ここをね、回すみたいですね。ここを回して、そしてこうすればもっと上がると。で、最大どこまで上がるかというと、ここまで上がりますね。ここ閉めます。はい、こんな感じになります。いかがでしょうか。それでは、折りたたむところ、これもね、機動性で重要なところですね。やってみます。こんな感じです。これいい感じですよ。ごっついこの感じ、まあまあいい感じですよね、これね。あと、ここがね、ここ結構緩みやすいみたいですね。ここは雲台の留め金なんですけども、これがっちりこう留めた方がいいですね。はい、本日の動画は以上になります。ではまた、バイバイ。あ、そうそう、オークションとかでね、中古でちょくちょく出回ってるみたいなんで、しかも格安なんでね、おすすめです。